最高存在の祭典最高存在の祭典とは、フランス革命期、マクシュミリアン・ロベスピエールの独裁政権下の、フランス共和国で、1794年5月7日の、法令に基づいて6月8日に、チュイルリー宮殿及びシャンド・マルス公園で行われた、宗教祭典。フランス革命が、絶頂に達し、ロベスピエールの独裁が確立した時期で、恐怖政治が、 フランス全土を追っていた。彼は人間の理性を絶対視し、キリスト教を迫害し、カトリック教会制度を破壊した。同時に恐怖政治は美徳に基づくべきという理想を持っており、キリスト教に代わる道徳を求めていた。また、国内は不安定さを増し革命政府は祖国愛に訴えて革命の危機を乗り越える必要があった。これらの事情から、キリスト教に代わる。 理性崇拝のための祭典を開く必要に迫られていた。1793年11月10日、パリのノートルダム大聖堂の内陣中央に人工の山が設けられ、その頂上にギリシャ風の神殿が建てられ、その四隅にはボルテール、ジャンジャックルソー、シャルルド・モンテスキューといった啓蒙思想家たちの共像が設置されて、神殿の中から 自由と理性の女神に噴したオペラザーの女優が現れるといった趣向で理性の祭典が始まった。これはエベール派の主導で行われ極めて無神論的性格の強いものであった。しかし、霊魂の不滅を信じる精錬潔白なロベスピエールからすれば革命の祭典はこのような無神論的、無政府主義的なものであってはならないのであった。ロベスピエールにとってそれは カーニバルのような全近代的民族の再生であってはならず、新しい人間すなわち、共和主義的な公民を創生するための公教育の一環でなくてはならなかった。単一にして不可分であるはずのフランス共和国の基盤は、道徳性を備えた民衆の中にこそある。その道徳性なるものは、信仰を心なくして生まれないと考えるロベスピエールは、もし神が存在しないなら、 それを発明する必要があると語ったと言われている。キリスト教の神に代わるもの、それが最高存在なのであった。こうして、1794年5月7日の法令に基づいて6月8日に、チュイルリー宮殿やシャンド・マルス公園を中心に最高存在の祭典が挙行された。その中心となったのはロベスピエール派であり、理ンド論的性格の濃いものであった。 この祭典の思想的背景としては、ルソーの市民宗教の主張があるとされる。理性の崇拝及び最高存在の崇拝はまた、革命的宗教ないし、革命的諸宗教とも称されている。最高存在の祭典長八時、ポンヌフの大砲を法令として鳴り響き、人々の参集を求めた。数十万の慣習が動員され、 チュイルリーグの正面に向かって歌手の枝を持った男とバラの花を抱いた女たちの行列が進んだ。国民衛兵を排して整然と取り行われた祭典ではまず、無信仰を象徴する怪物の像が焼かれると、英知の像が姿を現し、その横には美徳の司祭としてロベスピエールが祝然として起立し、ロベスピエールが最高存在に敬意を表し、 明日から、なお悪行と先生者と戦うことを誓い、その後シャンドマルスまで更新するという理心論的な演出がなされた。演出は、画家のジャックル・イ・ダビットによってなされたが、ジャックル・ネーベールやジョルジュ・ダントンを粛清した、ロベスピエールの指令に基づく周到に練られた、目的意識な市民宗教の儀式であった。これらは、キリスト教の神を否定していながらも実際には、 完璧な宗教儀式の外観を提示していたとも評価されている。これは確かに新しい政治文化の創造という点では、革命運動の頂点を示すものであり、時に無秩序に発散される民衆運動のエネルギーを統制して、公民道徳の秩序に適合させる意味合いを有していた。ロベスピエールはこの試みに成功したが、しかし一方では、 革命運動を支えていた下からのエネルギーを抑え込む結果ともなった。この祭典の開催された約2ヶ月後のテルミドールのクーデターでロベスピエール自身が失脚してギロチン系に処せられることとなるが、これとともに一連の壮大な文化革命も急速な体調を示すこととなった。ありがとうございます。